先生おはようございます。おはようございます。おはよう。先生ってなんで独身なんですか？独身じゃダメかい先生ね。アイドルの子に一回手出してね、嫁に逃げられたんだわ。アイドル学校は朝のミーティングから始まります。今日から一人新入りが入ります。どうぞ。おはようキコです。よろしくにゃん。なんでその挨拶だ。舐めてんのかお前。ちゃんと挨拶しろ。よろしくお願いします。ファンを喜ばせる握手の練習を行うようです。じゃあまずは握手会の練習から。はい、みんな並んで。はい、来てくれてありがとう。かわいい。ありがとう、ありがとう。めっちゃかわいい。来てくれてありがとう。誰がてめえのなんかそれか。今すぐ手洗ってアルコール消毒してからだぜ。アイドルは可愛い食べ方の練習も行います。はい、じゃあ次は食レポの練習をします。はーい、いただきます。うまい。おいしい。うまい。おいちおいちおいち。お前可愛い子なんじゃねえぞこの野郎。お前この3人だけで一番不細工なんだからな。他の2人見習え。一般教養もしっかり学びます。アイドルは頭も良くなくちゃいけません。次はクイズです。はーい。はい、じゃあこの空欄に当てはまる文字を入れてください。まずタコちゃん。はい。猿も椅子から落ちる。あー残念。可愛い答えだけどね、ちょっと違うわ。じゃあ次ケイコちゃん。猿もテーブルから落ちる。あーそれもアイドルっぽくていいね。でもちょっと違う。残念。違うの。はい、じゃあヨキコちゃん。はい。猿も木から落ちる。てめえ何正解してんだこの野郎。アイドルだったらもっと可愛らしい答え言わんかい。もう嫌。ヨキコごめんな、俺ちょっと言い過ぎたわ。よく見たらヨキコ顔可愛いもんな。もう泣くな。顔上げろ。なんでその無邪気な顔は。ことわけか。なんでだ。楽しい歌、悲しい歌。顔上げろ。あるけれど、なんでその無邪気な顔は。ことわけか。なんでだ。楽しい方かな。大丈夫ですか。うまい。おいちい。ちょっと待って。うまい。うまい。うまい。おいちい。僕のせいしないでくださいよ。笑いこらえすぎて飛んだ。はい、じゃあ次ヨキコちゃん。はい。猿も木から落ちる。お前ライコの可愛いかぶってないわ。あーやった。かぶってない。正解したのに。これ裏にまあ、紙はいっぱいあるから。ああ、オッケー。やっちまった。いや、口入れる前でよかったね。マジでよかった。猿も木からテーブル。猿も木から、猿も木からテーブル。やばい。めっちゃ意味あったよ。猿も木からテーブル。猿も木からテーブル。ちょっと痛いかもしれない。あ、全然大丈夫。あとしか効果は入れるの。はい、全然大丈夫。ウィグ被ってるんで、ちょっと結構クッションあるんで。ここ、ゆるくいったらね、面白い。そうだね、ここだね。ここは、バーンって感じでいった方が。あとで土下座するんで、ちょっと。生技が生きるんで。お前、この中で一番気持ち悪いな。面白い。お前、この中で一番ブスだよな。この二人見習え。そんぐらい言っとくか。よく可愛いのに。ここに言うね。ファイブってんじゃねえぞ、この野郎、気持ち悪いな。お前この3人の中で一番ブサイクなんだからな。二人見習え。二人見習え。あーおいちーって言おったらパンパンパンスパーン。パンパンパンスパーン。パンパンパンスパーン。かわいぶってんじゃねえぞこの野郎。この3人の中でお前一番ブサイクなんだからな。この二人見習えよこれ。はい、みたいな感じで。か
わいそう心が痛いななんか俺を見てるようだね思いっきりお願いしますあ、食べ方大丈夫ですか？かわいい食べ方わかんないですいいかタッカー、はい、見本おいちいあ、なるほどこんなうまいおいちいって感じおいちいみたいな感じサンバー